はい、ということでやってきましたロボットのぞみのスゴ技 TV へようこそ、はい、今日はですねジョバジーさん、はいはい、マジックの種明かしだったり、はい、そういうもので有名なジョバジーさんに来ていただきました。はい、だから今日は何を、そうですね、やっぱ忘年会に使えるマジックを解説していこうかなと思います。忘年会 ね、もう受けますよ。男性必見です。そうですね。どれですか。ちなみにこれですね、タバコです。タバコ、はい、あ、よくある、男性がよく使うやつ。そうですね、こちらを使ったマジックを解説しようかなと、はい、あ、男性がタバコ吸ってない人だったらちょっとあれですね、はい、おもむろにタバコ取り出すのはちょっとあれですよね。まあ、そうですね、なんか吸ってて、はい、なんかちょっとやり出すっていうのだったら、はい、なんかもちろんそれでもいいですし、ね、うん、逆にこう何もないところからピッて出すとかでも、おー、これだけでも全然違いますので、例えばこれを消してまた出してとか、はい、うん、まあ、いろいろあるんですけど、こう中に入れてこのまま消えちゃう、おお、で出てくる、でもう一回ペンの中に入れます。ペンの中に入れると消えます。おい、みたいな感じですね。なるほどね、はい、これを今日、そうですね、教えてもらえるっていうことで、はい、やっていきたいと思います。イエイ、お願いします。まあ、短いルーティンなんですけど、はい、せっかくなんでまずこれを出す方法ですね、はい、まず親指と人差し指の付け根のところに当てます。はい、こうすれば見えませんので、はい、指も動かせますし、はい、ではそうですね、人差し指と親指に挟みます、はい、挟みます。でお客様の方から見ればもう見えませんので、はい、指も動かしてありませんよっていうのを見せたら、この人差し指と中指でこう、そうですね、こう掴んでピッて出します。ピー、触ってて、あ、さもこういうにゃなんかないよーって言って、おお、今のですね。今のですね。いいですね。今のいいですね。はい。こういう出し方もあります。はい、ピッと出すか。でもこっちの方がかっこいいですね。ああ、確かに。はい、そうですね。確かに。そしたら今度これを一回消すんですけども、こういう消し方ですね。うわ、消えた。もう一瞬で消えたように見えるんですけども、実はここにあるだけなんですよね。はい、こう。え？さあ、そうですね。どうやって持つんですか。人差し指と親指でつまんで、あ、こうつまむ、はい、こうつまんで、あと中指がその前に来るんですけども、この中指で押し込むイメージですかね。こう、はい、あ、そうですね、こっちでつかんで中指でこの手のひらに入れる感じですね。あ、そうですね。あ、なるほど。でこれとちょっとこういう衝撃を加えると一瞬で消えたように見えます。これですね、今のですかね。今のですね。うん、消えた。はい、ああ、なるほどなるほど。こうですね、ちょくちょく練習してるうちにこのそうです、上にあるボロボロになってくるみたいなのがどんどん出ていきます。そうなんですよ。あと手がちょっとタバコ臭くなるんですけど、はい、でこうやって一回消します。おお、いいですね、完璧ですね。ですか。これだけでももう一つの演技なんで全然いいんですけどね。で上に消えたように見えてて、はい、でまたここから出すかもしくはこういう脇の下からこう出すか、はい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 、消して脇の下、消して脇の下、これを消して、おいいです、ね、画面から出すみたいな、はい、あ、いいですね、完璧ですね。いいですね、はい、で二つ目はこの、はい、タバコをこう回しながら消しちゃいます。後ろから見せるところですね、回して手のひらにかぶさった瞬間に置いてきちゃうわけですね。ああ、前から見るとこうやってこう、そうですね、こうやって置いてきちゃう、ああ、そうですね、そのまま、はい、またカスみたいな
でこれを早くするとこう消して出すみたいな感じでこう、はい、こう消して出すみたいな、回して回しながら消して出す、消してね消えてね出す、はい、なるほどな、そういう感じですね、はいはい、一応3つ目の消し方がですね、はい、これを手の中にトントントンで入れていくんですけれども、このまま手を広げると実はありませんよっていうやり方です。これどこにあるのかっていうと、ここにあります。なるほど、親指と親指で押さえてる感じですね。あー、どこでそういう風に切り替えたんですか。ここまで入れたら、ここまで入れたら普通に、ここまで入れたら人差し指と親指でつまんで、で親指をこのタバコの前に持ってきて、そうですね、あれ見えてます完全に見えてるめっちゃ見えてますねここまで入れて、ここまで入れて親指の後ろにタバコを持ってきて、その親指を、あ、そうですね、あ、そんな感じです。指を動かすとなお結構動かす、はい、入れて消す、入れて、はい、消す、あ、そうですね。でそのままちなみに、はい、親指と人差し指でこのタバコをつまんで手を離すこともできます。これえ、ここもちょっと、あ、そんな感じですね。一応そんな感じなんですけど、これちょっと難しいんですけど、はい、消してさらに手を離すと本当に消えたように見えます。ああ、なるほどなるほど。で出すときはこの右手の人差し指と指でつまんでニョキッと出します。あ、いいですね、今の出し方、あ、今のいいですね、ニョキがいいです。あらまたなんかカスが落とすたびにカスが消えて、消えて、ニョキッと出す、消えてで、ちょっと見えて、こうやって、はい、あ、そうですね、で、こうやって、こう出すと、はい、いい感じですね。で、またこうやって、こう出して、はい、パッて出すという、はい、あ、でも、練習したいですね、これ、ね、本当に、はい、ちょっと、なんかやってみたいですね、はい、一応最後、せっかくなので、はい、これを口に加えるっていう演技で終わりにするんですけども、はい、これをまた、トン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 って入れて、トントン入れて、でこの親指と人差し指ですね、はい、中に入れたら親指と人差し指に挟んで、挟んで体の向き変えながら、あ、そうですね、で息かけて消します。で、でこの右、左手か、左手がこのタバコの持ってる手の前に来るんですけども、でこの時にですね、はい、手をひっくり返して左手の親指と人差し指に挟んじゃう。こういうことです。そうですね。前から見ると見えるんですけど。で、そのままタバコを加えて。なるほど、なるほど。出すと。なるほどね。はい、消えて、あれ、見えちゃった。どんどん飛んで、息消して、両手なくなりましたよって見せながら加えて出すと。あー、結構難しいですね。結構難しいですね。練習が必要ですね、はい、鏡見て。これ忘年会で頑張れる男はその前の練習が必要なんですね。まあ、そうですね、やっぱモテるためにはモテるために多分1週間ぐらいですかね、はい、これ。あ、でも早い人だったら多分 2,3、はい、日でも多分できるかもしれないですね。あー、じゃあ皆さんね、ぜひやってみて、そうですね、忘年会でモテてください、はい、これはもうモテますよ、これできちゃったらもう。モテたことあります、これで。ありますよ、はい、絶対今のやりますよ。今の本当ですか、まあ、本当ですか、今の。あんまり忘年会自体あんまり参加しないし、はい、モテますよきっと。確かに確かに、うん、まあ、問題ない顔が大事なんですけど、まあ、それじゃおしまいですけど大事ですよね。そうですね、でも何もできない人より、あ、確かに、そう、何かできる人の方が絶対モテますので。確かに、うん、今名言ですね、それ。そうですね、もういろいろやっぱ言われるんですけど、はい、マジックできる人ってモテるんですかとかやっぱ聞かれるんですけど、何もできない人よりは絶対何かできた方がモテるよって言うんですよ。確かに確かに、はい、じゃあぜひね、モテたい人はこのパフォーマンス、これですよ、パフォーマンス、これ、そうですね、自分も講師してますので、はい、はい、
ということでね、はい、今回ロボットのぞみのスゴ技 TV はですね、マジシャンでもありカード投げのね達人でもあるジョマジさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、ね、ジョマジさんも、ジョマジ TV というものがそうですねありますので、ぜひぜひ見てチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。